タジオバリアビリスです。今日はね、そうじゃん、こちらストレスブロック、こういう感じか。ストレスブロック、このストレスブロック、ハイポネックスが出しているストレスブロックの特集したいと思います。一応肥料の扱いになっています。窒素が 8% ってことは肥料扱いということになります。窒素 8%、 リン酸が 0.5、 カリウムが 0.5 未満って書いてありますね。赤いラベルですね。野菜やバラなどに効果を発揮、バイオスティミュラント資材って書いてあるんですよ。バイオスティミュラント資材、まあ、一般的には聞かない言葉ですね。何それみたいな、聞いたことねえよ、バイオスチムラント資材、まあ、謎の液肥ですね。こんなもんが入ってるよって書いてあります。フルボ酸、アミノ酸、ベタイン、多糖類、ビタミン、フルボ酸の解説したいと思います。そしてアミノ酸入ってます。ベタインっていうのがちょっと謎ですね。ここにベタインって書いてあるんですけど、これが一番謎、うん、ここも深く解説します。ね、これ多糖類、あとビタミン、はい、こんな感じでいろいろ入っております、はい、これがいいか悪いか、いい、とてもいい。そして特にパルダリウムに使う、このパルダプランツ、ホマラメナとかベゴニアとかにめっちゃいい、めっちゃいいです。この僕らの世界でね、このパルダリウム、パルダプランツ、ウリン植物、ジメジメ系、はい、僕はそういうのをパルダプランツ、パルダリウムに使える植物をパルダプランツって呼んでるんですけど、基本的にパルダリウムに使用するためのジメジメ系の植物を育てているので、パルダプランツって呼んでます、うん、そういうパルダプランツに、よくね使う圧力剤がありますね。こちらリキダス、はい、よく耳にすると思います。こっちは活力剤です、はい、植物用活力剤、これもねハイポネックスが出してるんですけど、まあよく比較されます、この2つ、はい、リキダスとストレスブロックがどう違うのかって言われるんですけど、僕使った感じね、リキダスのなんかさらに上位互換、うん、強化版みたいな感じ。ただ成分も違うんで、完全にリキダスよりストレスブロックの方がいいかっていうと、またそれは違います。なので使い分けできるっていう感じですね。どっちかというとリキダスとストレスブロックを両方使うことによってさらに効果があるみたいな感じです。はい、なのでこっちはねリキダスね、コリンとかフルボ酸とかアミノ酸とかカルシウム、こっちとこっちの大きな違いっていうと、リキダスはミネラルが入ってます、ミネラル分が。でこっち入ってません、あのストレスブロックには入っておりません。でこのストレスブロックは 100% 有機成分でできてます。有機物です、 100% 有機物です。でこっちにはミネラルなんかの無機物も入ってます。これに書いてあるのがなんか有機農法としても使えると、有機農法でも使っても問題ない、有機農法って言えるよっていうような液肥、バイオスティミュラント資材。さあということで、さらにこのバイオスティミュラント資材の詳しい紹介をしていきたいと思います。こっからすごいんでね、聞きたい、グッドボタンよろしく。ではいきます、ダダン、はい、いきます。まずリキダス上位互換、ストレスブロック、このね、まずね、香り、黒蜜プラス鰹節のような香りです。ちょっと出そうかな、まずどんなもんか。こういう風になんか洗濯物用の洗剤の蓋みたいになってて、ここに入れれるんですよ。見て、見てる、見てこれ、めっちゃ濃いでしょ。でドロドロなんですよ。見てる、めっちゃ濃いんですよ。まあ、まずリキダスと比べましょうか。リキダス入れますよ。はい、こんな感じです。リキダスね、こういう黄色い、あ、やっぱめっちゃ酢の匂いするな。に比べてこれストレスブロック
入れます。ババ、ほら。見てものドロドロ。わかる？ほら、やばない。この、ドロ、ドロドロ。なんか、もうほんまにまさに黒蜜みたいな感じ。あんみつと言いますか。あんみつみたいな感じ、するんですよ。でね、リキダスの香りすげえ、酢の匂い、なんですけど、こっち、なんかね、これなんやろ、甘い、ほんまに鰹節、黒蜜に鰹節入れたみたいな香りします。美味しそう。見るからにっていうか、もうなんか比較するまでもないですね、これね。比較するってどう違うのって、これ見たらわかるやろみたいな、全然ちゃうやんみたいな話ですよ。見た目は。もう全然濃さも、色も違う。はい。はい。そんな、ストレスブロックなんですけど、はい。ということで、ここにあるように、原材料は何かっていうと、天才配糖蜜、小麦、大麦、トウモロコシからできた糖蜜って書いてありますね。この糖蜜っていうのが入ってるんです。なんで糖蜜って何かっていうと、白い砂糖を生成するときに現れる黒い副産物、つまりは、砂糖を作るときの副産物、イラン部分ってことですね。それがを使って作っています。それをさらに、加工して作っているってことですね。で、バイオスティムラント資材、ヨーロッパから始まったこれ考え方思想であって、それは何かっていうと、これバイオイコール生物ですね。生物、はい、バイオ生物、そして、スティミュラント、刺激剤っていう意味です。はい、なので生物刺激剤っていう意味です。バイオスティミュラントっていうのは、まあヨーロッパから始まった生物刺激剤というなんか怪しい言葉、これは何だっていうの話なんですけど、このようにわけのわからん円グラフが出てきました。これ何かっていうと、これね、もともと農業から始まったし考え方なので、農業で例えます。はい。農業の植物、野菜って収穫量っていうのは、もう植物の遺伝子で決まっているということです。一つの植物から実が100粒できる植物、一つの株からね、遺伝子で100粒しか取れないとするじゃないですか。マックスがこの円全体やと思ってください。100% 発揮したら収穫量が 100% になるってことです。全部100個作れるって思ってください。はい。で、しかしながら世の中にはいろんな原因によってその収穫量が減っていきます。はい。だから 100% 作れるものからどうしても絶対に少しずつその収穫量が減ってしまうんです。それがいろんなストレスによって減っていってしまうんです。で、まずこの話をするときに前提として考えなければいけないのが、ここにあります。収穫量の下に書いてある栽培スキルっていうのがあるんです。これがマックスじゃないとダメです。この栽培スキルマックスじゃないとダメです。カッコ、そう、マックスっていうのが抜けてますね、ここ。この栽培スキルマックス状態の場合っていうことで考えてください。つまり植物を育てるあなたっていう、あなたの能力 100% の場合ってことで思っておいてください。はい。その場合、その他に植物は実をつけられないストレスって何があるかっていうのが、まずここに災害って書いてあるんですね。災害がこんだけあるとします。はい。今年は台風がありましたって言って、苗が倒れてしまいました。うん。吹っ飛んできました。折れてしまいました。はい。もうそれ、もう物理的に育たないですよね、それって。うん。折れちゃったらもうどうしようもないですもんね。まあ僕は物理ストレスって呼んでます。はい。物理的にどうしようもなく災害によって、死んじゃいました。はい。それ物理ストレスですよね。はい。はい。それで収穫量が減っちゃいます。これどうしようもないです。はい。で、次。はい。虫、カビ。はい、による病害虫生物ストレス、はい、病害虫によって、病害虫わかりますね、病気、はい、害虫による被害、カビによる汚染、ウイルスによる、汚染、いろいろあって死んじゃいました。それが、病害虫の生物ストレスというストレスです。はい、それをどうやったら減らせるかっていうと、
これどうしようもないんですけど、これは農薬とか殺菌剤によって軽減することはできます。はい、抑えられたり治したりすることができます。なのでこの虫とカビによって減ってしまう収穫量はある程度コントロールできるんですね。この方法は今まで一般的な農法、はい、あの植物の栽培方法の生物ストレスに対する対処法として今まであったものです。なので、これは今までもうすでにあったものなんですよ。でこれをやることによってまた収穫量を減らすリスクを軽減できていたに近いですね。はい、この解説で言うと。んで、こっからがバイオスティミュラントの世界になります。これここにある最後の残り、高温低温長め、はい、これここが最近出てきた、これが問題なんですよ。はい、気象異常による長雨、気象異常にある高温、例年より暑い、例年より寒い、この辺が今の時代起こる、うん、昔に比べると起こりやすくなった、そういう時代に今あるんですよ。でそれを環境ストレスっていうジャンルになるんです。でここの部分って今までどうしようもなかったんですよ。高温だし、さっき台風はね折れちゃったり物理的なやつなんで、なんね、それは仕方ないんですけど、これ高温なんですよ。高温で葉焼けする、またはもうしおれちゃうみたいな、低温でもう、ね、弱っちゃう、長雨で根腐れ起こすとかね、全部その環境による長期的なストレスにより死んじゃうんですよ。はい、まあどんなことが起こるかっていうと、呼吸障害、成長阻害、根腐れですね。はい、こういうのが起こる。ここを軽減する、この部分、ここの部分を軽減することで、今までできなかったここで収穫量を上げることができる、高温低温長めに対するストレスを軽減するための資材、それがバイオスティミュラント資材ということになります。皆さん分かりましたか？ここまで分かった人はグッドボタン、グッドボタンっていうか了解、いや何か いいねって言ってるんでね。はい、あ、皆さんここでおやおやって思いません？おやおやおやって、おやおや、僕ここでおやおやって思ったんですよ。おやおや、これはって思ったんですよ。これ農業の話です。農業の話、皆さん今言ってるの農業の話です。僕ら農家ではないですよね。どっちかというと趣味家みたいな感じですよね。趣味でやってますよね、僕ら。で、しかも野菜を作ってるわけじゃないですよね。関係ねえよってなったら、それは大きな間違いなんですよ。はい。大きな間違いです、皆さん。そう、それは大きな間違いです。はい。私たち育てているの何？これ。見て。ここで育ててるの皆さん好きなの何？ホモロメナでしょ。ベゴニアでしょ。アグラオネーマでしょ、食虫植物でしょっていう話なんですよ。はい、この人たち環境ストレス感じてると思います？思うでしょ。そうなんですなぜならですよ、皆さんなぜならこの人たちインドネシアとか南米からやってきたんですよ。ハンターに採取されてやってきて今日本にいるんです。四季なんかないとこから取ってこられたんですよ、こいつら。やってきたんですよ、いきなり。原種ですよ、原種。はい。わかります？この意味。原種なんですよ、この人たち。この人たち、あったかい世界で、ジャングルでね、生き生きと、こう、悠々と育っていたんですよ、あったかい世界で。こっちに持ってこられたんですよ、異世界に。四季のある、冬とか真夏のある、わけわからん世界ですよ、植物、ホモロメナからしたら。なんか、一年の半分、くっそ寒いし、一年の半分、くっそ暑いし、みたいな。一年の半分じゃないけどね。はい。ほんで、なんか、心地よいとこあったらいきなり暑なってきて、今度めっちゃ寒くなってきたし、わけわからんし、もう死ぬってなるんですよ。そう。これ、まさに環境ストレスなんですよ。今言ってたやつ、これね。これ、野菜の話してるんですよ。野菜は品種改良されて日本の環境に合うように改良されてるんですよ。はい、
それでもこの高温低温長雨に耐えきれず死んじゃうやつをこれなんとかしようぜって言ってやってるんですよ。じゃないですよ、もう僕らやってるやつはもうここにいる時点で、ここにいる時点で異常気象なんですよ。この人たちにとってはホマロメダたちとかベゴニアタとか不倫植物にとってはすでにもうここもう日本に来た時点で異常気象なんですよ。つまり僕の考えで言うと、ストレスブロック、ウリン植物のためにあるようなもんじゃんって思ったんですよ、僕。でしょ？ウリン植物のためにあるようなもんですよ、こいつ。言うたら。もう一年中異常気象です。はい。そんなところに連れて来られているので、このストレスブロック、まさに、このバイオスティミュラントなんですよ。バイオスティミュラントなんですよ、パルダプランツ、はい、ウリン植物にとっては、はい、でさらにですよ、はい、解説していきます、はい、続きましてこちらですね、はい、主な成分 100% 有機物、主な成分 100% 有機物、窒素成分が多い。さっき言った通り有機 100% です。有機肥料でございます。で、これ、見て。ここ、すげえくんない？これ、フルボ酸 23% 入っています。はい。これ、土壌は 1% 未満。ここ、もうこの時点でやばいんですよ。土壌、一般的な土壌は、ね、フルボ酸が 1% 未満しか入ってないんですよ。この、ね、ストレスブロック 23% 入っています。意味わからん。もう、よくわからん量入ってるんですよ。はい。フルボ酸、いや、このフルボ酸だけでもめちゃくちゃすごい能力あるんで、前にしたんですけど、めちゃくちゃすごい能力なんで、フルボ酸、はい。すごいよ、フルボ酸の力。あのね、なんて言ったらいいんかね、うん、すごい。後でするわ。はい。で、次、L 型アミノ酸っていうのが入ってます。はい。この L 型アミノ酸、この L 型っていうのが重要で、アミノ酸にもいろんな種類あるんですよ。はい。その中でも L 型アミノ酸っていうのが入ってるんですね。その L 型アミノ酸って何かっていうと、タンパク質の材料になるんですね。タンパク質って何に使うかっていうと、まあ、植物の体を作るための物質なんですよ。タンパク質。まあ、人間にも必要なんですけど、まあ、生物には必要って言っていいですね。はい。タンパク質を作るための材料が L 型アミノ酸なんですよ。まあ、それは何かっていうと、まあまあ、L 型アミノ酸、アミノ酸体窒素、あ、まあ、窒素分なんですね。アミノ酸って。はい、そもそもが。窒素分なんですけど、このアミノ酸体窒素、L 型アミノ酸は、植物が直接吸収できるんですよ。もう一度いきます。植物が直接吸収できます。はい。アミノ酸体窒素、植物が直接吸収できると。いうことなんですよ。普通窒素って尿素から始まるんですよ。尿素っていうのが始まって、尿素からアンモニアに変わるんですよ。でアンモニアから亜硝酸塩に変わるんですよ。で亜硝酸塩から硝酸塩になるんですよ。で硝酸塩になった時に初めて植物が吸収できるんですよ。そこまで微生物によって分解されて初めて植物が吸収できるようになるんですよ、窒素って。うん、普通の窒素ってそうなんですけど、このアミノ酸体窒素に限っては植物が直接吸収できるんですよ。だから要するにぶっかけたら吸収できるんですよ。はい、すげえね。はい、ぶっかけたら吸収できて、しかもタンパク質になるんですよ。わかります？つまり植物がでかくなるんですよ。はい。で次行きましょう。はい、これもすごいね。L 型アミノ酸、これもすげえ。はい。次。ベタイン。ベタインって何って、ベタインってなんだよっていう話なんですけど、これはもう一番謎よね、ベタインって。あ、聞いたことねえよって。ベタインってなんやねんって。聞いたことねえわっていう話でしょ。はい。そう。聞いたことないんですよ。いや、聞いたことないんでしょって言って終わったらあかんよな。聞いたことないんですよ。それ何かって。はい。これ浸透圧調整物質っていう、また意味わからん言葉ができました。浸透圧調整物質も、後で、ちょっと後で解説します。ここのベテインが一番この
ストレスブロックの中で一番特徴的なところかな。リキダスには入ってないですね、これ。うん。リキダスにはフルボ酸もアミノ酸も入ってるんですよ。で、リキダスの方には何のアミノ酸かは書いてないです。多分、L 型アミノ酸ちゃうかなって僕は思ってます。で、このベタインっていうのもアミノ酸の一種なんですよ。ストレスブロックにはベタインがいて、これベタインって何やねんって後で解説します。はい。これ置いときます。これ、とても重要なんです、これ。これ。で次ビタミン、ビタミンって何かっていうと、まあ、コリンも含むって書いてある。コリンって何って言ったら、リキダスにも入ってます。コリンっていうのは、ミネラルとかそのアミノ酸やらなんやかんやをの運んでくれる薬、または代謝促進、まあ、人間で言うと血行を良くするみたいな感じですね、はい。植物の中の養分の動きとか水の動きとかそういうのを、まあ促進してくれるっていうことですね、はい。それがビタミンです、はい。次、多糖類。多糖類、多糖類ってなんかよくわかんないですけど、多糖類、はい、いろんな糖分ってことですね、はい。でそれは何かというと植物への養分、はい。そして微生物の餌になる、つまりバクテリアの活性化にもつながるっていうのがこの多糖類です、はい。でこの5つの主な成分が入ってるんですけど、さっき言ったように一番特徴的なのがこのベタインってやつです。さあこのベタインどんな能力があるのか、次回お楽しみに。